りさん初金です、ありがとうございます、嬉しいね。タピオカ飲んでた。みつめさんこんばんは。おでこ配信です。今日は日焼けのケア何かしてますか。体は日焼け止め絶対塗らないんですよ。塗った方がいいです、でも塗ってください。私はただ単に汗っかきなんですよ本当に。だからベタつきが耐えられないっていうのと、おでみさんありがとう。そう、もうベタつきが耐えられないので、体は本当に何だろう、それかもうパウダーSPF パウダーみたいなのちょっとその上から頑張って塗るか、本当にやばい時は塗ります。一日外にいる時とか日差しやばいなとか、日傘ですね大抵。でも本当に顔しか塗ってない、顔と首、本当にもう顔と首って感じで。日焼け止めはラロッシュポゼってやつの色ついてないクリアの白いやつ使ってます。なんだかんだあれ塗ってる時が一番ひりつき、なんか太陽に当たってる時のひりつきが一番少ない気がする。であとはなんだろう、ビタミン C をちゃんと摂取してると、あれね、オレンジとか果物を食べちゃいけないよ、日に当たる前に吸収しやすくなっちゃうから。普通にサプリとかのビタミン C を1日 1000mg かな、人間の体がそのビタミンとして吸収される上限ってだいたい 1000mg なんだって。だからだいたい、そう、抗酸化作用ですね、安田さん、抗酸化作用が高いかな。うん、日焼けすると血管とかにもあんまり良くないので、そういう風にやってます。あとトマト食べる、一日トマト一つは食べてます本当に。それかまあトマトって言っても売ってるスーパーとかによってさサイズが違ったりするけど、本当になかったらミニトマトとか食べてたりとか、基本食べるかな。パスタ作る時も最近トマトを潰してニンニクちょっと入れてパスタ作ってます。トマトジュースって効果あるんですか？すごくいいです。トマトジュース本当にすごくいい。何がいいかっていうと、でも3ヶ月継続してください。食事とかサプリメントとかで何か変えようって思った時は絶対に3ヶ月、もう100日ぐらいは続けないと、体って本当に目に見える変化って出てこないので。そうだね、だから続けられる、3ヶ月続けられるものを選択した方がいい。トマトジュースとかは薬局とかでさ売ってるじゃん、ペットボトルで大きめのやつで、食塩無添加のやつを選んでほしい、できるなら。で寝る前にコップ1杯飲んでほしいです。で何がいいかっていうと、自律神経がすごく整いやすくなるのと、あとむくみが軽減されます。特に女性の方かな、女性の方とかは本当に一番さ疲れた時は糖分とかが脳がバグって欲しくなるんだけど、体が一番疲れてる時に体が欲しいものってリコピンとかタンパク質なんですよ。なのでケチャップを多めに摂るとかなんかそういうのがいいです。なんか栄養士さんが言ってました、本当はそう甘いの食べたい時ほどタンパク質とリコピンを取ってほしいって言われましたね。私はもう本当に体が砂糖でできてるんじゃないかっていうぐらい砂糖が好きなんですけどでも最近は本当に砂糖立ちを頑張ったので、23歳の頃に肌荒れがひどすぎて砂糖と添加物を3ヶ月やめた
たんですよ。その時にめちゃめちゃ肌綺麗になって、あ、本当に人って食べるもので体がちゃんと構築されるんだなっていうのを痛いほど分かったので、私は。なのでそうなんですよ、本当にあの最低でも3ヶ月継続できるような美容法とか健康法とかを選んだ方がいいですね。コスト的にも、なんだろう、まあ精神面的にも苦痛じゃないものを選んだ方がいい。だから一番いいのは毎日青汁飲むとか、やっぱコップ一杯飲んで終わりにできるものとかが継続できるかなって思います。ごめんね、健康の話とかになるとね止まんなくなるんですよ。そんなこんなでいっぱい集まってくれてます、ありがとうございます。スイさんありがとう、頑張ろうね、今年の夏も乗り切ろうねみんな。でも本当にね、なんかあのシミって、去年日焼けした、なんだろう、メラニン色素みたいなやつが1年後に早くても出てくる人とかもいるんですよ。だからあの、なんだろうな、60代70代になってから出てくるっていうわけではなくて、なんか実は私もあるんですよ。小学校の時にもう本当にど田舎で裸足で田んぼ道走るみたいな、そんな環境で育ったんで日焼け止めなんて塗ってなくて、だからそれの殴りがここら辺にそばかすみたいに出てるんですけど、そばかすではなくてシミなんです。だから本当にね、素直にね出てきちゃうので、なんか肌検査みたいなの行った時も18年後に出てくる予定のシミ予備軍みたいなのがいっぱい眠ってて、やばい、こいつらを、こいつらを封印させないとっていう思いで今頑張って生きてます。出てきちゃうのかねって感じですが、豚足体にいいですよ。あんまりね、豚足かは食べないな、私肉より魚派なんで。お肉あんまりね、焼肉とか行ったら食べるけど、家で自炊するときにあんまりお肉を好んで食べないんですよね。あとはなんだろう、鶏唐揚げとかそういうのは作るけど、牛とか豚とか本当に食べなくて、あんまり。でも良くないですよね、女性はね。やばいよ、イベントなのにピーチクパーコしてたじゃん。待ってね、家にいても、まあでも日に当たれば日焼けはするけど、私今浴びてるライトとかもアウトですよね。あと携帯のブルーライトもアウトですよね。そう、パソコン見てると顔が赤くなるって人もいるんですよ、人によっては。だからそんぐらい画面のね、ブルーライトとかってあんまり良くないっては言うからね。だから今あれですよ、スキンケアに SPF 日焼け止めが入ってるものとかいっぱいあるんですよ。乳液に日焼け止め入ってるとか、なんかそんぐらい24時間紫外線カットみたいな。でも私はあんまりもうそこまでは気にしてないけど、本当に言うてって感じですね。なんか本当に継続できることをしかやってないので無理はしない。うん、あ、ケンジャンさんいらっしゃい、スイさん本当ありがとうね。うん、うまっ。
お、エルアさんありがとう。さっき読めてなかったです。さっきそう。うん。セキュリューベイビーさん入児サポ62人目でした。ありがとうございます。そしてエルアさんが65人目です。深谷さん一面少ないね今日。和州さんも来ないかな今日は。お、チワワのせなくんさん66人目わーい。明日に向けて、はい、明日何があるんや明日何があるんや。みんな忙しいんですかね、お盆で。にじかはタピオカを飲みながら配信してました。ヤバタに。オッケーでもそっか明日か。すごいいおりさんがレベル9。嬉しい。あきらさんありがとう。せっかくなんで歌ってきましょうかね。くっちゃべって飲んでました。ますよ今。あ、ごめん起こしてない、ごめんね。ねんね、いいよ。ねんね、起きちゃった足元でねんねしてますよ今ね。いい子いい子。やすさんありがとう。歌ってこうかね。ということで皆さんちょっとねおしゃべりが長くなってしまいましたが、エンジョイカラオケイベント6日目夜の配信始めたいと思います。
得れば強くなること、一つ一つがあなたになる、よかったら皆さん、現在4位ですが、少しでもランクアップできるように頑張っていきます。よろしくお願いします。さあさあ、夜の部始まりましたね。そして、タカさん、ありがとうです。おせみさん
さんありがとうございます。夏目さん、 A さんもありがとう。皆さん応援届いてます、ありがとう。ここにいない誰かもいつか大声で歌う日が来る。知らない誰かのために、人は皆弱いんだ、お互いに支え合って前向いて行こう。クラップしてください。この想い届け、クラップ your hands。 風に乗って飛んで行け、愛の歌。一人ぼっちじゃないんだよ。 Say helloありがとうございます。テーブさん、レベル12時間のサポートは67人目です。素晴らしい、ありがとうございます。そして盛り上がり500超え、間違った、ありがとうございます。いいですよ、この調子この調子。ごめんね、ちょっと止まっちゃったね、ごめんなさいね。よいしょ。よいしょ。めっちゃおでこって感じ。君の右手は頬をついている。僕は左手にぬるいマグカップ。君の右眉は少し垂れている。朝がこんなにも降った。一つでいい、知らぬボタンの一つでいい。君の胸を打って、心を忘れるほどの幸福を。一つでいいんだ、右も左もわからぬほどに。手探りの夜眉は少し垂れている。うまく思い出せない、僕にはわからないみたい。君の右手にはいつか買った小説、あれ。それって左手だっけ。一つでいい、夜の日差しの一つでいい。君の胸を打て、心を覗けるほどの感情を。一つでいいんだ、夏に真っ赤の
の音符ありがとうございます。よかったら今回この紫の音符ランキングも1位目指してます。現在4位かな。頑張りたい。僕の体から心を少しずつ剥がして、君に渡して、その全部あげるから、剣の塚からルビーを、この瞳からサファイアを、鉛の心臓はただそばに置いて、一つでいい、知らぬボタンの一つでいい、君の胸を打って、涙も忘れるほどの幸福を、少しでいいんだ、今日の小雨が止むための太陽、少しでいい、君の世界に少しでいい、僕の靴跡を分かるだろうか、君の幸福は一つじゃないんだ、右も左も分からぬほどに、手探りの夜の中を、君が行く長いこれからを、僕だけは笑う、何を食べても味がしないんだ、体が消えてしまったような、あなたの心と私の心がずっと一つだと思ってたんだ。Sさん、ありがとうございます。夜のね、いいよね、ヨルシカだけにな。ワシューさん、こんばんは。ワシューさん、夜ご飯何食べましたか。なんか詰まって出てこないけど大丈夫そう。こんなもんタピオカって。3つ出てきた、しんどい。つけ麺、待って、しょっぱみが欲しい。お肉いいね、いいね、いいね、スタミナって感じだね。今めっちゃ食べたいのがあるの。つぶ貝食べたい。なんか私お寿司屋さん行くと絶対つぶ貝頼むんですよ。つぶ貝大好きなの。貝が好きってわけじゃないんだけど、なんかあのコリコリする感じが好きで、アワビとかも好きなんですよ。でもアワビお高いので、つぶ貝を食べるのが好きです。日本酒につぶ貝って最高なんですよ。あとなめろう、なめろうを海苔で挟んで食べるのめっちゃうまいですよ。アジの鳥貝、あ、鳥貝ね、前も言ってたよね、ワシューさん。炙りサーモンね、もう王道ですよね。トップ3に入るよ、わかるよ。炙りサーモンもいいよな。回転寿司行ったら絶対フライドポテト頼むよ。帰れって感じだよね。フライドポテト一番最初に頼むんですよ。とりあえずね、胃袋にエンジンをかけてあげるんです。あ、待って、縁側わかるかも。だから縁側大好き。しかもさ、あの岩塩乗せてさ、なんかレモンちょっとかけると美味しいよね。リップ食べちゃうんだよね、すぐなくなっちゃう。ちびみるちゃん大丈夫。なになに、今日もわけなく右。やめて、わけあって、せめて訳があってくれ、ちびみるちゃん。
ちょっとお水飲んでいいですか。オッケー。お腹ギュルギュルな。わ、このリップあんまり美味しくない。人は嫌い、青空裏切らない、夢見る前に私飛んで行きたい。心のオルゴールが開いてく、響いてく、少しずつの幸せ、勇気を奏出すの。口笛吹いてた君に街角合図したら、笑顔で悩みすべて吹き飛ぶ感じ。見つめ合えば自然に分かり合う、許し合う、騒がしい人波の真ん中歩いたっていい。心が青空鮮やか、今限りなく愛したい未来、お互い感じえるよ。ありがとう。心のオルゴールが開いてく、響いてく、少しずつの幸せ、勇気を奏で出すの。今君の目にいっぱいの未来、言葉は永遠のシグナル。初めて歌った初めて歌いました。ワシューさんのリクエストのブルーウォーターという曲でした。のぞみさんありがとう。初見さん大歓迎ですよ。しいたけさんいらっしゃい。 A さんありがとうです。お、ここはゆさん来てくれたじゃん。
なになになに、乃木坂の架橋さやかちゃんってどういう子だ、あのハーフみたいな子、違うから、引退するんだって。引退、なんとなんと芸能界から離れるってことなのかな。でも多分若い子だよね、そんなことない。怪我してたの。あきさんいらっしゃい。あら、怪我してたの、かわいそうね。あーでもあれん、なんかライブの時に怪我しちゃった子かな。あーやっぱその子か。大丈夫だよ、かわいいから、かわいいから強く生きていけるよ。ごめんねごめんね、なんか何一つ勇気づけてあげれないかもしれないけど、ここあゆさんありがとう。というわけでわしゅうさん、ファーストレインボーいただきました。ありがとうございますね。でも応援してる人からしたらね、悲しいよね。ダイヤさんこんばんは。なんだっけな、引退します、海外に行ったりね。まあまあうん、確かに。でもなんだろうな、難しいよね、ファンの人の気持ちと本人の気持ちはまたね複雑ですね。まあでも悪いことじゃないと思うけどなね、応援してあげようよ。でも本当になんか言ってしまえば、海外もやっぱりね、行きたいって思った時に行った方がいいと思うんですよね。私はあんまりなんだろう、思わなかったタイプ、頭が悪いので英語も英語も本当に人並み以下ぐらいなんですけど、まあでもなんかこの年になって海外行くと行ってよかったなって思うんですけど、もうちょっとこう若いうちに触れておいた方が良かったなって思う感性だなっては思ったりもするのでね、なんか若いうちに行きたいって思うんだったら絶対私は行った方がいいと思う。本当に私は思わなかったからあれなんだけど、そういう風に思えた感性を持ってる子は絶対行った方がいい。うん、なんか私はこの年齢になってお父さんに外から日本をもっと見た方がいいよってすごい教育をこの年でされてそれでなんかちょっとこう綺麗な国というか、なんだろうね、例えばフランスとかさ、イギリスとか、そのそっちのさ、ヨーロッパ系とかも絶対行った方がいいと思うんですよ、行けるんだったら。でもなんか結構私のお父さんは発展途上国から日本を見ろっていうタイプの人で、本当になんかなんだろう、自給自足じゃないけど、とかインドネシアとか行った時も、まあなんか私が行ったのはリゾート地だったんだけど、泊まったのは違う街中に連れてかれたりとかして、なんか結構まあこの年齢で刺激を受けたんですよ。でその刺激を本当に 5,6 年前とかに、もっと何年か前に受けてたらどういう感性で生きてたんだろうなとか思うことがあったので、だから本当にね、若いうちに海外行って学びたいとか
外から日本見てみたいって思ったその感性はちょっと 大事にした方が私はいいと思うタイプです。強引にキスを
ラキラ。はい、キラキラ。はい、キラキラ。はい、キラキラ。オッケー。スクショしちゃった。ありがとうございます。なんとなんとなんと。ありがとうございます。ありがとうございます。ステラ獲得イエイ。この間ゴールドで、今回シルバーで、シルバーも可愛いですね。すごい、ありがとうございます。そしてジークさん、虹サポ68人目、ありがとうございます。今月も虹サポがいいスピードで増えてくれてるのが嬉しいです。ありがとう。タカさんもありがとう。私の仕事来た。あ、ちびみるちゃんはいつもあの綺麗にスクショを撮ってくれるっていう。オッケーって言ってる。 A さんありがとう。よし、何行こうかな。ダララ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 、ダララララララ、くるくるしてる。嘘、くるくるしてる。虹が動いてない。6級じゃん。誰6級。69人目のサポーター誰ですか。え、誰だろう。私表示されてない。誰だろう。6級。うん、けんけんさん6級。ありがとうございます。ごめんなさい、私に表示されてない。たまにあるんです、ごめんなさいね。あ、ヨーマイクさん、虹サポ70人目。いいぞいいぞ。ありがとうございます。嬉しすぎる。70人目だってよ、今月。早くない？今日何日？10日。あ、もう8月入って10日経つの。待って、驚きが隠せなさすぎる。え、怖っ。こうやって年取っていくんですよ。いやね、みんなでゆっくり年取りたいよね、本当に。本当にさ、20歳おめでとうなんて鮮明に残ってんのに悔しいな。悔しいっすね。非常に悔しいですね、これは。20歳おめでとうって超の記憶に残ってんだけど、どう皆さん、20歳お祝いされた時残ってます、記憶に。やばいんだけど普通に。私さ、欅坂にいた時さ、同じ年齢の子が8人ぐらいいたのよ。で、私の代と1個下の年齢の子たちが多かったの、一番。そうだからさ、なんだろう、20歳イエーイみたいな、みんなで1年間で20歳みたいな喜んでた年があって、やばいよね。やばいよね。マイセンのヒレカツサンド食べながら、え、20歳何するみたいな話をしてたんだよ、楽屋で。20歳で何したいみたいな。で、そんなこと言ってたらすぐ21になっちゃうよねなんて言ってたら、あっという間に22になって、にゃんにゃんだねなんて言ってたらさ、あれ、おかしいな、おかしいよね。あっという間に21になるねって言ってたら、もう22になってて、飛んだんだよ1個。すごくない？これみんなで話したの、1個飛んだよねって。あれ、21歳の年なかったよねなんて話したんですけど、もうそんな、なんかそんな可愛い時代はもうない。年齢はもう私非公開なんで、あの、年齢は非公開なんですよ。だからまあ、パッと見た年齢にプラス5歳ぐらいしていただいたらちょうどいいかなって思ってます。全然覚えてないっす。
ダメだった。モゼミさんとワシオさんは記憶にありませんでした。でも多分私もあと10年ぐらい経ったら忘れんのかな。イカゴリさんいるかな、まだいないかな。ということで皆さん9時半になります。そろそろイカでも焼く時間じゃないですか。ターコイズのリング並べたような海、恋人とやってきた初めての砂浜、ちょっと冒険した難しい、どことなくぎこちない真夏の過ごし方、空の太陽がハート焦がしてる、あなたは立ち上がり海の家、お待たせロマンティックイカ焼き、なんか腹減って食べたくない、
こういただくっていうなんかね、そうナイスタコなんです。だからありがとうございます。イカがないよなイカさんがいないの。もうちょっとなんか海の仲間たちとかいたら可愛いのにね。イルカ、イルカみたいなね。イカだとなんだろう、こうこうやっていなくなっていくのかな、シュポシュポシュポって。海の仲間たちが、なんかさ、あさってからのなんかねイベントみたいなやつで、なんか動物園みたいなイベントがあってなんだろうね、動物いっぱい出てくるのがね動物園みたいなのがあった。ポーズ欲しいだってよ。3、2、1、キュン。3、2、1、キュン。アップデートしよう。こうだっけ、こうだっけ、アップデートしようキュン、キュン。どうやった？タピオカ飲んでいい？ありがとう、こちらこそ。コカアユさんどうやんだっけ？アップデートしよう。ねえ、ニジカもさ、動物園好きだけど最近さ、なんかさ、なんだろう、動物園に連れ込まれるまでの過程みたいな裏側を見ちゃったの私。いや、それ見たら悲しくなっちゃったの。ちょっと違う、なんだ違う、イルカだ、水族館。イルカの、なんかイルカ持ってくるやつがちょっと残酷だったの。だからイルカショーとかちょっと楽しく見れなくなっちゃった。大人になるってそういうことやの。癒されました。ここあゆさん、アップデートどうやってやるんだっけ。アップデートしようってあるよね、こうこう謎は解けん。待て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 、待って、すごい懐かしいけど、何ですか、ラッドウィンプスの愛にできることはまだあるか。え、初めて聞きました、やすーさん。それメモします。猫カフェとかフクロウ、あーでもフクロウ好き、フクロウめっちゃ好きだよ。なんて曲、ラッドウィンプス、愛にできることはまだあるか、ラッドウィンプス、愛にまだあるかい。上下みたいな、こういうこと。アップデートしよう、違う天気の子、あー、ちゃんと見たことないけどなんとなく分かったかもしれない。アップデートしよう、これじゃないの。上下わかんないよ。これショールームで歌った人いないんじゃない？今まで。そう、これ昨日崩れかけたまま。OKさん、虹サポありがとう。
争乗り越えて忍び込んだ校庭、テラスのフラッシュライト、人影ないホールウェイ、口を閉ざしたロカル、こんな場所選んだのは最悪の趣味だけど、大人に邪魔をさせない、内緒で会うなら他にはないじゃない、ここから先は終電だ、見つからないで Secret placeCome on, come on, come on, boys. Oh, 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 party time. 同じ制服で終電ダンス。火がつきそうでジャラスケース。ハリーハリーハリーアップ。Oh, oh, oh, 恋をしろ。きょうさんいらっしゃいです。MKさんいらっしゃい。教師なんかキーパー。教科書はいらない。校則なんてディスカード、親たちは知らずに空っぽのマイル、反抗的なムーンライ、言うことを聞かされたら糸を切れ、マリオネ、自由を信じたかった、ただ抱き合うなら絶好のロケーション、夢の中ではファッションダンス、感じるままにセクシーポイント、チェキチェキチェキガー、オーオーオーアディショナルタイム、忘れられないファッションダンス、どうすればいい生き方センス、キスキスキスミー、オーオーオーダラドスルー。初見さん2度目ましてさん、ミセスパーディナイブンチャ、特命さんありがとうね、ブンチャブンチャ、タカ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 、ブンチャ。トク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 チャチャ、ここから先は終電ダンス、見つからないで Secret place、 Come on, come on, come on, boys。 Oh, 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 party time。 同じ制服で終電ダンス、火がつきそうでジャラスケース、 Hurry, hurry, hurry up。 Oh, 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 恋をしろ、勝手気ままに終電ダンス、誰も止めるな、 Everybody please。 Aha, 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 alright。 Oh, 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 understand。朝が来るまで終電ダンス、人生なんてカムルース、ラブラブラブミー、おーおーおー楽しもう。このさ、感想がめちゃめちゃ長かった。バレエと少年ってさ、歌えんのかな、ちゃんと歌ったことがないんだよね。Goin'
チョコレート庭先で少年にもらったお返しに何をあげようかと迷ってるそのうちに引っ越した出て行くトラック助手席の少年手を振ってた I miss youリトルトゥルトゥさんありがとうです。そして、リトルトゥルトゥさん虹サポ72人目、誰か呼んでない。あ、OK さんは呼んだか。 OK さん呼んだ。 OKOK、 なんとか初めて歌ったずっとなんかライブとかでさ後ろで聞いてたりしたぐらいだから、リハーサルとかでも。アンドゥトロワ、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 踊ってなんだね。アンドゥトロワーって言ってたんだね初知りでしたね。どれにしようかな。私のじゃあ大好きな家入りです。盛り上がり4000本いただきましてありがとう。
積み上げた時間は些細な言葉で崩れる砂の城揺れ美しい季節が金色に街を染めて君の横顔そっと包んでたまた巡り会えたのもきっと偶然じゃないよ心のどこかで待ってた世界中の誰よりきっと熱い夢見てたから目覚めて初めて気づく募る想いに Whoa!
もう1時間半ぐらい経つんですね。早い。なんてことだ。ものよりも大事にするといい。
なることで会えなくなる人もできるけれど、透き通るほど淡い夜にあなたの夢が一つ叶って、歓声と拍手の中に誰かの悲鳴が隠れている。耐える理由を探しながら、いくつも答えを抱えながら悩んで、あなたは自分を知るでしょう。誰の心に残ることも目に焼き付くこともない。今日も雑音と足音の奥で私はここだと叫んでいる。水平線が光る傘にあなたの希望が崩れ落ちて、風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる。悲しい声で歌いながら、いつしか海に流れ着いて光って、あなたはそれを見るでしょう。あなたはそれを見るでしょう。あつめさん、ありがとう。嬉しい。2度目まして三大歓迎です。けいこさん、おじゃるさん、いらっしゃい。娘さん、ありがとう。今日は10時半までの配信予定してます。よかったら皆さん最後までお付き合いください。あなたは風のように目を閉じてはゆっくり、何を思っているんだろうか、まぶたを開いてた。
んのエスすぐり。通り雨草をなびかせ、羊雲あれも春のせ、風の今日を胸に春のせ、春を待つ。マイクナイス。あ、キラキラもありがとう。嬉しいですね、応援ありがとうございます。ブーヒーって言ったね、ピノちゃん。おはようさん、眠いね。寝てます、うちのワンワンコちゃんは。ここでね、安心するの。かわいいね、なんてこった、かわいいね。うん、あ、脇かゆいの、かわいいね。ピノを撫でてる時の私の声です、これ。あ、かわいい。いて、落ちる落ちる落ちる。はあ、かわいい。うちの犬がかわいい、今日もかわいい。うちの犬が今日もかわいい。ありがとうございます。タカさんもありがとう。やあやあやあ、可愛くしゃみしてる。ピノしか勝たん。ピノキューンプリンセス、ピノピノ止まらないの。ピノも私も可愛い、可愛い。カツーンさんいらっしゃい。ノンネムさん、サンフラワーさん、どうもどうも。え、行かないで、あっち行かないで、ここで寝てて。みのちゃん、おはようしゃん。ででん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 、ルル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 、まぶちーね、ごめんね。ルル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 ル、まぶしいね、ごめんね。おはよう、寝てたね。起きてあっち行っちゃうの？ここで寝ててよ。ドゥルルルルルルル。ピノしか勝たん。寝てたの？あっち行かないでよ。足元で寝てて、可愛いから。な？そうそう、映ってんじゃん、ピーちゃん。あー、じゃあ眠いので私寝ますね。バイバイって。シューはい、ここな、あっち行かないで、お願いだから。平気でのびのびしてあっち行こうとしたからさ、寂しいじゃん。犬の動きを阻止する飼い主。行かないでね、ピノちゃん、ここいてね。かわいいじゃん。うちの娘でした。
可愛いでしょピーター、ブヒーってブヒーっていうの可愛いでしょ。ドレミファソラシドルルルルル、ピーちゃん可愛いくれたよ。めっちゃ下から見上げてくるんで。チャーリーさんいらっしゃい。可愛い。あ、伏せしてくれた。まだいてね。配信終わんないからまだここいてね。はい、可愛い。涼しい風吹く青空の匂い、今日はだらっと過ごしてみようか。風鈴が散りるひまわりの黄色、私には関係ないと思っていたんだ。夏が始まった、合図がした、傷つき次の恋の行方はどこだ。映画じゃない、主役は誰だ。映画じゃない、僕らの番だ。優しい風吹く夕焼けのまたね、わかっているけどいつか終わる。風鈴が散りるスイカの種飛ばし、私にも関係あるかもね。友達の嘘も転がされる愛も、何から信じていいんでしょうね。大人になってもきっと宝物はせないよ。大丈夫だから今はさ、青に飛び込んでよ。夏が始まった、恋に落ちた、もう待ち疲れたんだけどどうですか。本気になればなるほど辛い、私の恋だ、私の恋だ。寂しいな、やっぱ寂しいな、いつか忘れられてしまうんだろうか。それでもね、つながり求める、人の素晴らしさを信じてる。運命が月を動かされてく、赤い糸が音を立てる。主役はあなただ。夏が始まった、君はどうだ。素直になれる勇気はあるか。この恋
マリンありがとう。和州さんいなくなっちゃった。パパあゆさんもありがとう。遠山丸さん、いらっしゃい。ネロネロネロ姉さん、いらっしゃい。お、ブヒーちゃん、うん、ブヒーなの、大丈夫そう、ブヒブヒ大丈夫そう。今日夜中にピノちゃん毛カットするかな。ママピノちゃんの毛トリミングするかな、夜な、これ終わったらな。ピノちゃんの毛をカットします。犬用のハサミを買ったんで、胸毛がなんともゴージャスになってきたので、トリミングがねちょっと連れてけないんですよ。ストレスがもうすごい負担になるんです。ストレスがありすぎて、うちの犬がね、どうしよっかな。まだ消しちゃいないよちっちゃな希望を。やっぱこれがいいな。今日も唱える限界、ちょっとやってやろうかい。ホステルほど暇じゃない、いつもオーライオーライ。ここを乗り越えたら楽になるしかない。月々が些細な誰かの優しさでちょっと和らいだりするんだよな。負けるな今日ももう踏ん張って、固めたからって身を守って、また諦め理由を探すけど、けせらせら今日も唱える限界、ちょっと妬ましさも全部この夜が抜けない。日でもオーライオーライ、食いしばってる。でもね今日はちょっとだけご褒美を分かっているけれど、私を愛せるのは私だけ。生まれ変わるなら知らね。すぐりんたわさんありがとう。一人ぼっちだと気づいても、つながりは消えるわけじゃない。たまにかいたまにでいい、ちょっと大切だと思えるから、あなたの幸せを分けてほしい。悲劇の図鑑私ってそう、仕方ないほど自分よがり。バイバイさらき愛の日々よ、もう願うは初めから。ベイベー大人になんかなるもんじゃないぞ、テセラテセラ。
から手入れ大人になんかなるのじゃないけどけせらせらバイベカーポツアーに日々ファンファーレ明日の続きから手入れ大人になんかなるもんじゃないけどけせらせらなるようになるのさけせらせらありがとう。なるようになるのさ、ケセラセラでした。ありがとう。さあさあさあ、今日これがちょっとラストかな。いけてて、え、いっちゃうの？お水飲みな。お水。わあ。歩道橋を駆け上がると。夏の青い空がすぐそこにあった。絶対に届かないって分かってるはずなのに、僕はつま先で立って思いっきり手を伸ばした。ただじっと眺め続けるなんてできやしない。この胸にあふれる君への思いがもどかしい。真っ白な入道雲がもくもくと近づいて、どこかでセミたちが一斉に鳴いた。太陽が一瞬ひるんだ気がした。複雑に見えるこの世界は単純な感情で動いている。最初に秘密を持ったのはいつだろう。大人みんな嘘が過ぎて忘れてる。通り抜ける風は僕に肩にかける。もう少ししたら夕立が来る。世界には愛しかない。今すぐ僕は君を探しに行こう。誰に反対されても、それが僕のアイデンティティ。すぐにモグモグさん、ステックさんありがとう、ゼミさんもありがとう。空はまだ明るいのに突然雨が降ってきた。僕はずぶ濡れになりながら街を走った。夕立も予測できない未来も嫌いじゃない。最後に大人に逆らったのはいつだろう。諦めること強要されたあの日だったか。アスファルトの上で雨が口ごたえしてる。傘がなくたって走りたい日もある。未来には愛しかない。悲しみなんてその時の空模様を涙に色があったら、それが僕のリアリティ。もぐもぐさんありがとう。君に会った瞬間、何か取り戻したように、僕らの上空にかかった。世界には
今すぐ僕は君を探しに行こう。誰に反対されてもそれが僕のアイデンティティ。全力で走ったせいで息がまだ弾ってた。自分の気持ちに正直になるってすがすがしい。僕を信じて、世界には愛しかないんだ。ありがとうございます。会長さん、ズグリン、ココアユさん、素敵な虹をありがとうございました。嬉しい、わざわざありがとうございます。会長さん、スグリン、キラキラもありがとう、音符もありがとうです。嬉しい、ありがとうございました。ということで今日はお昼と夜の配信をやりました。拍手で、明日もお昼やります。ちょっと実家に帰省する関係でちょっと明日夜が何時から始められるかがわからないので、ちょっとお昼に配信しておきたいなっていうのがあってお昼にやります。早くて11時ぐらいかなからやろうって思ってるので、よかったら、もし遅くて12時ぐらいか、よかったら明日お時間ある方、お昼も配信見てくれたら嬉しいです。台風なの？待って、台風を気をつけてって台風なの？知らんかった。台風なん？無理、台風無理。こっちに戻ってる時は台風、戻ってくる時？嘘、台風、知らんかった。無理すぎる。まあまあまあ、台風も私呼んじゃうんです。たまに台風呼んでしまうの、やばいよね。月曜日に東北に直撃、引きこもりを極めなきゃいけない感じかな。まあ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 ね、こんなこともあるよね。よし、新幹線止まる。どうしよう、明日日曜で、月曜でしょ。まあ大丈夫か、まあ大丈夫かもしれない。まあまあまあということで、ランキング発表しますかね。レインボーサイクロンって何？レインボーサイクロンって何？とりあえず分かった、気をつけるね、台風。笑顔最高やね、ありがとう。草尾さん、いらっしゃい。よし、眉毛かわいいでしょ。ちょっと薄くなったんだよ。これでも存在感消した方なんで、かわいいでしょ。ということで本日のランキング発表いきましょうか。ちょっとワシューさんなんか遠慮したのか寝ていなくなったのかわからないんですけど、このキラキラをくれたワシューさんがいなくなっちゃったので、ありがとう。よし、ではいきます。今日の第1位、大ゼミさん。パチ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 、大ゼミさんいつもありがとうございます。そして今日も昼夜ありがとうございました。心強い、ありがとう。そんなことないです、大ゼミさん1位です、ありがとう。そして第2位、スーグリーン、ありがとう、ありがとう。お仕事お疲れのところありがとうです。スーグリーン今日も来てくれてありがとう、ナイスです。そして第3位です、
SMA 会長さんありがとう。会長さんありがとうございます。会長さん今日も盛り上げてくれましたよ。来てくれてありがとう。そして第4位ココアヤさんありがとう。そして第5位タカさんありがとうございます。そして6位エースさんですありがとう。そして7位タカトラさん虹サポでしたありがとうね。そして8位モグモグさんもありがとう。9位夏目さんありがとうです。10位もーちゃんもありがとうね。ナイストップ10。そして11位ステックさん、ジュニアキュラさんに、13位ヤスさんです、14リクソンさん、15ザワチュンさんでした。そしてタワさん、リトルフォルトさん、コデランニさん、イーレーザーさん、僕の生徒さん、ケンケンさん、キョロさん、フーミーさん、オイルさん、セキュリューベイビーさんなど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 、今日もたくさんの方に2時間のトークルーム訪問していただき応援してもらいました。拍手ということでね、現在エンジョイカラオケイベント参加中です。結構ね差がついてしまったりしてるんですけど、今4位にいます。ちょっと最後までね、せっかくなんで1位を目指して頑張っていこうと思うので、明日のイベントが21時59分までなんですけど、明日できたら2回配信しようと思ってます。で明日お昼配信して、そして夜多分8時半か21時ぐらいになってしまうんですけど、配信しようと思ってます。よかったら明日の最後の最後まで応援してくれたら嬉しいです。ということで、今日もありがとうございました。おやすみなさい。この後 FC 登録してくださってる皆さん40分から配信始めます。よかったらご参加ください。それではまたねー。